大島選手、センターの後継者に衝撃発言。もう年やろ。誰もいないんか。センターの後継者。大島がレギュラーで守っていたセンターの後継者は誰かという質問に対して、譲れる人がいないとコメントした。人はたくさんいるんですけどね、譲れる人がいないです。岡林には野球脳が足りない、ネオには野球の技術がまだまだかなっていうところですね。岡林は十分育ってるやろうな。大島がレフトに回ったし、林で確定かな。野球脳ってわからんな、さすがプロや。誰がいたっけ、とかナチュラルに鬼畜やん。大島は黄金期の中日を知る最後の選手なんだよね。彼が現役でチームにいる間に絶対優勝したいよ。まだ優勝できないって悟ってるな。暗黒期も頑張ってくれてる大島さん見ると泣ける。これだけ長く打って守って走って、そのレベルをこの年まで維持し続けるって本当にすごいと思う。代打として50歳まで現役やろ。マジで過小評価されてる選手の一人だよな。センターのお務めご苦労様でした。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。